元春は、鎌倉時代後期から、南北朝時代にかけての新言宗の僧、家人。第65代醍醐寺座す、当時長者、大僧上。父は、剣大納言、日野都光。兄に、日野氏名、助友。室町幕府初代将軍、足利尊氏の副審の一人。剣武の乱で、寺妙院等の黄金上皇の院前を、足利尊氏に伝えるなど、幕府。 国長成立に主たる功績を果たした。室町幕府の初代武家五地蔵を務め、並ぶもののない権勢を得た。南朝五地蔵の門官房広島とは、新言州の名手の地位を激しく争ったとするのが、伝統的通説だが、同時代資料を見る限り実際は、門官とは、緩やかな協調関係にあったとする説もある。著作のうち、資本牧書研春日記、 資本牧書具法大師二十五課上遺意合権春筆の二件が重要文化財に指定されている。歌人としては、風川和歌集以下の直線和歌集に十首は日衆。昭安元年、県大納言、日野都光の子として誕生。第五次法治院流健介に指示して、密教を学ぶ。元王二年十二月四日、今熊野において入団の儀式が行われた。 現行の乱の最中の現行元年9月4日、東宮和人親王ら寿命院党の皇族が、退避していた六原丹大法上中寺邸において、尊炎法親王、健助らによって、五段法が行われた際、健助の補佐として、健春剣大僧図の名が見られる。2年後、死、健助の死に際してその後継者に指名された。武年月日以降続く武の乱。 南北朝の内乱では、足利高氏方についた。剣武の乱の最中、延元元年、剣武三年五月には、九州で再起して登場した者の裏に寄港した、高氏に、寺命院島の高金上皇の印前を伝える、役割を果たした。これが、室町時代の足利将軍家と日野家の関係の端緒となった。炎玄元,元年、剣武三年六月、 後代醐天皇後地蔵の門官房広島に代わり、第六十五代後五地すとなった。また、県大僧城に任じられた。以降、自弱するまで二十二年間後五地すの地位を占めた。同年に、当時長者、根ゴ時代伝法院兼業、六条八万宮別等などの兼職に相次いで部任され、人員社会で大きな影響力を持つようになった。高氏及び、 北朝三代の五地像として、県政を振るった。第五次に職有として六万国を寄進されて、画乱を整備し、さらに第五次の因家であった見本院を再興、新たに造営、寄進されてその因爾となった。広告三年、広営元年法務大僧城に就任。昭平五年、官能元年、当時長者の職を辞して、高氏の九州鎮定に従っている。また、 官能の上乱においても高氏に従って、足利忠義方にあった、実相院の像元を尻けて、武家御地蔵の筆頭についた。高氏とは、厚い信頼関係にあり、その緊密な関係が伺える手紙や願文が、第五事文書に含まれている。昭平十二年、延文二年うる七月十六日、数え五十九歳で入滅。この時、 元大城大臣の当院金方からすらも、栄養しごく、くげぶけ県政無比県の人とまで評された。第五次に残る、李修行は、県春の四十九日供養の際、高氏自らが所詞したものである。他の県春にまつわる品として、美ほ院ん県春像や、美ほ院ん県春僧上日記がある。しかし、当時の第五次の内紛状態の中で暴流に、属していた県春が、幕府、 北朝を指示を受けて、第五次引いては仏教界を掌握できたのは一時的なことであり、彼が没すると、たちまち、美本院は力を失って動揺することになった。文中三年、王安七年には、彼の後継者である、光住が、幸福寺の豪祖で配慮されている。その後、足利義満が、天樹五年、攻略元年に、武家五地蔵の官僚役を、 三保院に一任するなどの非語策を行うことによって大きく発展することになる。伝統的通説としては、北朝、室町幕府の構想だった美保院天春は、南朝の構想だった門官房広島とは深い対立関係にあり、門館から新言州の養殖を奪還したそうだったとされる。例えば、近世の俗伝統功録では、門官は妖術に武田にてお祭り、 女人と交わって、多数の子を成した、蛇像と描かれており、同書大層上賢春殿ではその蛇層の門館を駆逐して、正しい教えを取り戻した立派な僧が賢春であると、完全超惑的な文脈で対決が物語られる。また、現存する、軍記物語、太平記の十二巻及び十三巻は、県務政権批判が、色濃く、森吉信仰や千草忠明後代五天皇側の、 人物が誹謗を受けており、特に門官は邪魔下道の相とされ、後世の門官像に重大な影響を与えた。太平記研究者の兵道広美は、今川良春、南太平記を引き、エチン防衛官らが作成した現代兵器全34巻に対し、現恵村足利政権に近い人物による改変が行われたのではないかと推測している。さらに、兵道は、 上記の謙春が門館派を積極的に排除したとする伝統的通説にのっとり、門館批判が展開される太平記の前半部が完成したと見られる時期と謙春が牽制を振るった時期が重なることを指摘している。伝統的通説に対し仏教美術研究者の内田慶一は謙春と門館は実際にはそこまで大きな対立関係にはなかったのではないかと主張した。 一つ目に、南朝側の資料であるが、湯賀伝統省によれば、謙春は門館から風法を受けているので、門館から、弟子の謙春に雑が移るのは、特段不自然なことではない。二つ目に、謙春が門館に代わって、第五次雑になったのは、延元元年、兼務三年六月で、高氏が京都を占拠する八月の二ヶ月前のことで、ある。つまり、 門館から謙春への交代は、後代醐天皇の帰省下でなされており、確かに、高氏と謙春は密接な関係にあったとはいえ、高氏の講演を受けた謙春が門館を、第五寺から追い出したという認識は正確ではない。三つ目に、南北朝の内乱勃発後、南朝側の第五ジ座に部任されたと見られる門館は、延元三年、略王元年頃、 工房大師二十五箇条五遊号という第五次の重宝中の重宝を吉野に持ち出したことがあり、北朝側の第五字座スの謙春は止めようとすればできたはずだが、特に両者で争った形跡はない。内田は想像ではあるがとしつつも、謙春と門館は国家的には敵対の立場にあったが、第五次内部では取り立てて両者は対立しておらず。 第五次は、謙春と門館という領長への代表を立てて、南北領長の争いの趨勢がどうなっても良いように、巧妙に時流への対応をしていたのではないか、と推測している。ありがとうございます。